さてと。そうですね。せやな。ああ、この店もそんなとこですかね。わかった。じゃあ。桐生さん、準備はもういいんですか？ああ。じゃあ。うわ、超話題になってるよ、今日のコンサート。え、本当？うん、ほら。うわ、本当だ。はるか、聞いてる？あ、はい。でも本当よかったね。お客さん入らなかったらどうしようかと思ったけど。そうだよね、マジで頑張ろう。あー、変な緊張してきちゃった、やっぱ。どうしたの、はるか。大丈夫？あ、はい。本番まであと1時間もあるのよ。今から緊張しても仕方ないでしょ。いや、あの、そうじゃなくて。じゃあ何？あ、もしかして彼氏？だったら電話してきたら？まだ時間あるんだし。はるか、許してくれるよね、おじ。それじゃあ、そろそろドームに向かいますか。ああ。ちょっと大変よ、テレビ。速報です。本日17時過ぎ、警視庁は東京神室町中心部にあるビル、ミレニアムタワーが何者かによって占拠されたとの発表しました。犯人は広域指定暴力団東城会の幹部真島五郎氏を人質に最上階に立てこもっているとのことです。繰り返します。本日17時どうしますか。警視庁は東京神室町中心部にあるビル。
これは。どういうことや。どうした。この男の大門、真島組の門や。なんだと。どうなったんすか、これは。そういうことだったのか。奴らの目的は桐生さんと冴島さんの命だけじゃない。この町から完全に真島組と東条会を追い出すことにあったんだ。真島組と東条会を追い出すだと。きっと奴らはこの騒動を真島組の仕業に見せかける腹なんです。真島さんを人質に取ったのもそのため。真島さんを犯人から救おうとした組員たちの暴動に見せかける演出なんですよ、これは。どうしましょうか。このままじゃ真島さんも遥ちゃんも、いや、この町全員の命が危ない。ここでいくら戦っても拉致が明けません。手分けしていくしかないようだな。頼みがある。俺を真島の兄弟のとこに行かせてくれ。冴島さん、兄弟が生きとると分かった以上行かなあかん。一発ぶん殴ってやらんと気が済まんわ。はるかちゃんはどうしますか。俺が行きますよ。それがいい。お前が。ねえ、桐生さんじゃ目立ちすぎますからね。それに俺は球場にも詳しいし、敵に顔もろくに知られてないはずですから。だが間違えば命を落とす危険性もある。お前だけを生かせるわけには。そんなこと言ってられる場合じゃないでしょう。品だ。俺の夢は元を正せば堂島君にもらったようなものなんです。沢田と甲子園で出会うことがなければ、俺の野球人生は20年前に終わってたはずなんだ。だが俺は堂島君に夢を守ってもらった。だから今度は俺が堂島大吾の夢を守る番なんです。俺に行かせてください。俺が必ずはるかちゃんを守ります。その代わり桐生さんと秋山さんは堂島くんが命がけで守ろうとしたこの町、それに東条会を守り抜いてください。お願いします。わかった。西島、品田、ここは俺と秋山で守る。その間に地下からそれぞれの場所に向かえ。ああ、はい。それじゃ行くぜ。これだけ集まるもんだ。
楽にしたる。やるし。一つ頼みたいことがある。何ですか、こんな時に。ドームに行ったら多分ババっちゅうやつがおるはずや。ババ？ああ、黒沢の手下で俺のことを脱獄するよう導き出したやつや。それで何を。そいつにおたらな、伝えてほしいんや。
俺はこの町でずっとお前を待っとるでな。は？何ですかそれ。俺はあいつと杯交わす約束したい。杯？あいつはまだ若い。ぶん殴って目覚まさせてやらんと何しでかすかわからん。せやからハルカだけやなくババのことも救ってやってほしい。たく、義理人情もここまで来るとすがすがしいですね。なんか言うたか。いや、とりあえず今目の前の敵を片付けましょう。
おい、開始1分前。はい、はるか、準備はいいわね。さあ、夢のユニットドリームラインの始まりよ。私たちも思いっきり楽しもう。黒沢。やっぱりお前が来たか。つくづくお前らは期待を裏切らない。感動するぜ。真島はどこにおるんや。そう焦るな。楽しみはこれからなんだからよ。してんねん、お前。これでいい。おい、さあ始めるんだ。試合をせんといかんらしい。なんやと。俺にはな、桐生ちゃんの命より大切なもの見捨てることはできんかった。
何わけのわからんこと言うとんねお前。こういうことだ。合図をする。これ以上は沢村遥真島が勝てばその瞬だがさえ何お前は東条会を破門殺害した犯人として無所暮らしこの兄弟やらん5分ともたんでお前も言うとったはずそんせやった。確かにそれは2年前バッティングお前はシャバい牙を引退そうあの波紋状はお前がほんまやったらせやけどお前兄弟さあ脱げ俺の死やるしかないんや勘弁せや兄弟アホがここであの子を見殺しにするような男やったらどの道わしの方から殺しに行っとったわ感謝するで黒沢ん？こうしてまた本気で兄弟とやり合える情けかけられたまま兄弟に死なれてもうたら俺は死んでも死にきれんかったとこやほな行くで兄弟ああ俺らの最後の喧嘩の花しっかり咲かせたるやないかい。
兄弟、前より若なっとるやないかい。お前もな、兄弟。どうした？もう終わりか。もっと戦え。お前らがやり合わないんだったら、沢村遥を殺すだけだぞ。ババさんだね。やっぱり。あ、そうか。その様子じゃハルカちゃんの狙撃はやめてくれたようだね。何のことだ。カメラ置いてってんじゃねえよ。ちゃんと持って帰れっつってんだよ。ここは普段いろんなチームのスコアラーが必死になって相手チームのサイン盗んでる場所なんだよ。そんな場所にカメラ置いてったら迷惑だろうが。何なんだお前。確かにサイン等は汚いことかもしれないけど、みんな必死なんだよ裏方ってのは。あんた、この事件の裏方なんだろ。だったら証拠になるようなもん現場に残すようなことすんじゃねえ。俺はそういうプロ意識の低いやつが大嫌いなんだ。
何わけのわかんないこと言ってんだ。さっきからあの子を撃つのをやめたまでは認めてやる。だが今この場から逃げるのは正義でも何でもねえ。そういうのただの現実逃避って言うんだよ。裏方なら裏方らしく最後までてめえのやったことに責任持て。責任？ああそうだ、ちった痛い目にあえて言ってんだよ。なんだと。あんたにはこれまでやってきたことの責任をしっかり取ってもらう。そうしねえとあんたを信じて待ってる人間が悲しむだけだからな。誰なんだそいつは。殴った後に教えてやる。おめえみてえなガキには言葉で説明しても伝わらねえだろうからな。偉そうな口聞くんじゃねえ。Yeah!
ちぇな。全然見えねえや。夢の舞台なんて言ったのは、客席から見ればこんなもんだってことか。俺もあんなんだったのかな。なんでもっと早く、もっと早くに冴島さんに会えなかったんだろう。ババ あんた冴島さんの仲間なんだろう。だったら伝えてくれ。戻れなくてすいません。やめろ、やめるんだ。おい、ババちゃん。どうしてみんな。何やってんだババ。自分から命捨てるバカがあるか。大島さん、よかった。超法規的措置使ってまで東京に来た甲斐がありましたね、小坂さん。ああ。どういうこと？あの刑務所の騒動からしばらくして、お前ら二人が月見野にいるとき、冴島さんから高坂さんに連絡があったんだよ。連絡？ああ。馬場を救い出してやってほしいってな。俺を？冴島さん、気づいていたみたいなんだ。馬場ちゃんが誰かの指示で動かされた人間だったって。冴島さんからの伝言だ。網走で待つ。兄弟一緒に同じ罪を償おうってな。帰ろう、ババ。お前には待っている人間がいるんだ。あいついいな、戻れる場所があって。俺は帰れる場所どこかあったっけかな。もしもし。東京旅行はどうだ、品田。高杉さん急にいなくなるからよ、心配したぜ。心配って、もうお金なら返したじゃないですか。そうじゃねえよ、
金じゃなくてお前の心配してやってんだよ。え？そういやミルクって風俗嬢の姉ちゃんが釈放されたみたいでな、お前に伝えてほしいことがあるって言ってたわ。ゴムなしベッド90分、3000でいいから店に来いってよ。みんなお前の顔が見たいってよ。帰ってこい品田。それにお前が帰ってこないと俺も完全証明出せねえで困ってんだな。おい品田、お前ちゃんと聞いてんのかよ。おいおい品田、やっぱり品田、おいおい品田、おい。なんだこいつ、まさか失敗したのか。クソ、こうなったら予定変更だ。今すぐお前らを殺して。まさか。もう終わりだ黒沢。堂島、お前長時間のイベントは初めてだからね。はるかは？ちょっとはるか、どうしたのそれ。え、ちょっとやばくないそれ。大丈夫です。大丈夫ってことないでしょ。ちょっと待って、今誰か呼んでくるから。いや本当にいいから、ここで待ってな。